こんばんは。こんばんは。岐阜に来てるということで。はい、そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。あれ、誰の。岐阜の皆さん。岐阜の皆さん。ありがとうございます。今日わざわざ連れてきていただきました。そうなんですよ。本当にありがたいことに。じゃじゃん。もう界隈では超有名人です。ハードル上げるね。めっちゃ有名人だって東京にいてもガンガン聞きますからね。いや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 。ありがとうございます本当。いやいやいや。こちらこそ言ってくれてありがとうございます。本当はマルデブ総本店にも連れて行ってくれたんですけどまさかの早じまいね。ちょっと売り切れちゃってですね。またの機会にということで。そうですね。またこっちもねもともと来ようっつってて。あねそうそうそう。リプライもらっててここのお店行ってくださいみたいな感じで。で俺はこれにした明日も一番人気。一番人気。まあとりあえずね。ねやっぱそれは一番人気ってほしい。フォークとかねだいぶダメだから。パスタ何しよう。俺は八丁味噌。ああマジか。ああ、八丁味噌とか結構こっちの地方っぽいですね。で、僕はつけ麺です。おつけ麺？僕は何食ってもいいんで。何食ってもいいんで。いや、それはやっぱ看板みたいなの一回初めての店は行っとかないとね。どうですか岐阜？車ないと多分無理だね。そうだね。そうね。車ないと多分何もできない。楽しみですね。楽しみ。お腹減ってるからめちゃくちゃ。食いさせてもね。お。動画じゃ分かりづらい。動画だと出ないな。3D 感が出ない。この 3D 感ね。どのだよ。俺は絵じゃねえよ。俺は人間なんだよ。伝わるかな。でも 3D とかじゃないから俺は。クリスマスの予定は。クリスマスですか。特になし。あら。ラーメン食い行きましょう。レッツゴー。めっちゃうまそうじゃん。うまい。この麺。うまい。まだ食ってねえだろ。まだ食ってねえだろ。うまいわ。これうまいじゃないんだよ。うまい。笑っちゃうからすぐ本当にもう味を占めて。でもうまそうめっちゃ。つけ麺飲んでね。お、飲み麺すりゃしないで。三つ子でしょ。すする。ありがとうございます。サラダ飯が。うまい。食ってないだろだからおい。あ、うわ、何これ。ちょっとごめん、わかんないわ。わかんないんだ。うまいんだけど。なるほど。食ったことない。謎の味。あとで表現して。俺がね。おお。麺めっちゃうまそう。これうまいこれ。この平打ち。いただきます。うん。どう？味ないねこれ。ない。あのない味だよね。あ、そうそうそうでしょ。そう、あんまり食べたことなくてさ、ちょっと表現しづらかった。なんだこれ。まあピリ辛なんだよね、ちょっと。ブラックペッパーってことなのかな。あ、そういう辛さなのかこれ。な気がする。でもわかんなこれ。何？これいけなかったセントル。まあ俺結構好きな醤油、辛めの。まあ鶏感もあってね。鶏感あるね。豚感もあるし。そうなんだよ。メニュー書いてる。そうなんだよ。メニュー書いてる。いやでもそうなんだよ。そうだよ。全部感じられるっていうのがすごい。ちゃんとバランスよく。終わりそう。食べ終わりそう。早いね、さすが。いやもうお腹減ってたもん。今日もいいストリップです。ごちそうさまです。絶対思ってないだろ。小粒チャンネル。誰がわかんない。やってねえだろ今。小粒チャンネル。全然もう映っちゃったし顔。小粒チャンネルここまでだから。ここまでしか映んない。むずいなあれ。むずいよね。ちょっとむずいわ。結構無理な食い方しないと。実際やってみたらむずかったわ。もういいだろ。あ、いい食いっぷり。やっぱこれですよ。これ。絶対バカにしてるだろ。そんな顔してないよ。やってねえよこれ。めっちゃザコ師匠みたいになってる。誇張すぎたスキル TV で。